じゃあこれから標高1500ぐらいある乗鞍高原までとりあえず車で移動します。よし、Let's go! We go! トンネルがね、中で二股に分かれてるんですよ。二股のトンネルだ。ほら、せっかくだから俺は左の道を選ぶぜ。出口が二つある。そう、ああ面白い、面白いでしょ。トンネルの中で、ほら、ああ面白いでしょ。ここが運命の分かれ道ってな。まあ大体近いところに出るんですよ。そうなんだそうなんだそうなんだ。晴れてる。あら晴れた。超晴れてる。よくせ、そこ温泉です。はい、ここが目的地です。元気。じゃあバス来ましたね。あ、バス、はい、乗ります。乗ります。あそこ一番尖ってるところが今日の目的地です。今雲の高い。サンシャインすごいね。サンシャインすごいねって、なんか乗り物みたい。あ、花めっちゃ咲いてんじゃん。こんな普段ヘリの写真、ヘリからの写真でしか見ないような景色、ね、はい、森林限界。すごい、ゴー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 。只見平では、え、ちょっと iPad を出ます。 iPad? iPad? アルスポ交通ってなんか可愛いな。可愛いでしょ。じゃあまあ行きましょう。はい、山頂目指して行きましょう。お水ずんずんお水ずんずんつけれんのそれ。あるすごい。あるサワラが。あの丸い球体はなんだ。さっきから何度も喋ってるそれ。アドレナリウムですよ。違うよ。そうなの？違うよ。なんでここで偽物見るんだよ。フジテレビやろ。フジテレビじゃねえ。フジテレビの丸いのはあそこで調達されたっていう。作られてる。何、天然物なの？フジテレビ。で運ぶときこの山を転がしていく。奥にあるのが白山ですね。白山。あ、なんかあのお酒で有名な。そうそう。山の名前大体酒になってるけどね。怖いなって思ってたの。iPad 持ちながら歩くのめっちゃ面白い。怖いけど。外国人にそう。いや、落としそう、落としそう。まだまだ。あ、でも一応足元気をつけてね。普通の道と違って石ぐらつくからさ。やっぱ空気薄いです、ね。僕ずっと下見て生きてるんで。空気ちょっと薄いと思いますよ、ここ。本当？本当に空気が、うん、ちょっと美味しかった。これがハイマツです。テイク2。これがハイマツです。ハイマツ。これはいつから生きているんですか？これね、実は氷河期からの生き残りなんですよ。大先輩ですよ。一度も、一度も言った内容だから、食い気味って。何が大先輩の？これこれ。このハイマツ。氷河期からの大先輩らしいです。氷河期からの大先輩。また一つ、博識になりました。綺麗！ゼビ！なんだ？こっちからの方が綺麗に見えるぞ。行く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 。エメラルドグリーンだ。あいつやばい。聞いたな、これ。お、星ガラス。美しいかね。カメラ回してるからやめて。そうか、そうか。タックルにしとけばよかった。今目の前に見える、この、ちょっと近いところにある平原山。はい、昨日行ったとこですね。あ、あれだ。ああ、美しヶ原。勝ったわ。美しヶ原、霧ヶ峰なだり。で、その向かいに八ヶ岳があるんですよ。奥。昨日ちょっと雲被ってて。こうなってるやつ。あ、すごい。で、その右側が南アルプスとかで。で、ちょうどこの真向かいに空気が澄んでると富士山がちょっと見える。MT 富士。見てな。この先に。そう。いや。すごい、あそこ雲のなんか滝みたいになって。あ、なんかすごい穴みたいになってる、ホールみたいな。すごいですね。あれ滝雲って言うんですよ。
あそこのね、山脈乗り越えようとしてる、あれも滝雲。すごい。じゃあもう見えてる山頂に向かって行きましょうか。まっしぐら。はい、まっしぐら。俺たちはついに天に登り詰めたの。まだだよ、まだ。まだだって。俺たちが天に登る。経天道中天に登る。バスだ。光の翼だ。あの車道をバスで上がってきたわけですね。私は影、影さんだ。すごいな、こんなの肉眼で見るには来ようとは。山小屋ありますね。ありますよ。あれはこれが肩の小屋ですね。あの肩の小屋っていう小屋はいっぱいあって、山のこの肩の部分にあるのは結構肩の小屋。総じて大体。そう。肩の部分だ。ワールドチャレンジ。山頂の行き帰りに峰。お休みどころ。肩の小屋です。ミルク。あ、ありがとうございます。どっち？え、ミルク飲むの？え、うん。ミルクに砂糖入れるんだ。ちょっと甘くしてみようかな。ホットミルク。あ、一回取っとくか。絶対うまい。秋があればビールはあるよ。はい、じゃあここから50分ぐらい。おお、山頂50分行きましょう。レッツゴー。ワンチューチュー。珍しく私がカメラを見て回ってくれる。どこ行くぞ。いや、人多いね。前半に向かうようだ。すごい。で、足元よく見ながら歩いてください。はい。結構ね、グラグラしますしね。なるほど。この山々すごいな。峰々がね。山々の峰々の神々が。岩々が。マジかよ。ゴツゴツしてる。こいつは驚きだ。中身ねえ。会話の中身がない。昨日から中身なんてねえんだよ。確かに。確かに。右か左か分かれ道。右に行こう。運命の分かれ道だ。すぐなんだよな、合流。うん、いや、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいいですね。気持ちいいでしょ。普段運動なんてしないもんだから。そうです。じゃあ、どうも、チェピーです。今回はこの乗り越しのっこしの山々の峰々にやってきて、俺は今人口3800m から2900m にやってて、山頂の頂を目指しているわけですが、どう思います？山頂の頂って面白いね。意味合いかぶりまくって。どうやら活火山だそうです。もう行ったかもしれないけど。もう少しで山頂だと思うよ。山の上多分今現在2900m あたり。もう超えたあたり。大渋滞です。大渋滞ですね。世界の感じ。俺たちがここまでたどり着いたんだ。ああ君の一言言ってやれ。俺はもうダメだ。何言っているんだ。まだ始まったばかりだ。うるせえ。いいでしょう。彼はね、今もう間もなくこの生命の活動の機会を迎えようとしておるな。今ちょうどね、背中のアンビカケーブル、アンビカケーブルがそうそう、アクしてプチンってこう、アクして、あと5分しかない。暴走するから。もうちょいよ。一気に行くぜ。もうちょいよ。ほら、あそこ鳥居も見えた。本当は。あれです。うわまだあるわ。まだ、いや、もうすぐすぐ。すぐすぐ。もうすぐよ。まだあると見るか、もうすぐと見るか。もうすぐよ。ほら、もうこの火星みたいな感じ。そうだ、高い。火山だから。ふぅ、テンション上がるぜ。手上げ手上げ。荷物のやりて。ここすごい休憩ゾーンみたいな。抜けて。一応ここ一個山頂なんですよ。一個の。一個の山頂。なんか山頂っぽい木が立ってるだろ。でもさ、剣ヶ峰まで行こうよ。行きましょう行きましょう。え、こっち。はい、お疲れ様でした。登頂でございます。リズム、最後は君が持つんだ。ありがとう。あ、どうぞ。はい、登頂ですよ。ついにさあ、いただきました。登頂です。わあ、俺たちの勝利だ。乗り切った。
いや、この天気を引き当てたのは偉い。やった、いや素晴らしい。じゃあ向こうの山頂のあれ行きましょうか。いえ、行きましょう。お参り。吸い込まれていく。なる可能性はある。おーおー、足場が安定して乗り倉頂上。何入れればいいんでしたっけ。50円でいいかな。5円かな。5円ないよ。じゃあ55円とか。え50円とかでいい。1円玉5円。あ、好きなのでいいよ。100円とかでも何でも。50円がいいな。はい、仕事がやめれますように。しょうもねえ願い事したな。いやー、お疲れさんでした。お疲れさんです。いやー楽しい。じゃあ小屋の付近までちょっと降りてからコーヒー飲みましょう。やった、行こう行こう。そうだよ、下りは怖いです。あんた見て、あんた見て、鳥居、鳥居、いい山登りだったと思います。うん、まだ道半ばだけどね。まだ半分なんだよな。あ、こういうのはちゃんと座ってやんない。夢が叶う。あ、うまいわ。いただきます。うまい。うまいよ。じゃあ俺も一口いただき。しみるわ。いただきで。いただき。山頂でコーヒー飲むことあるなと思った。俺猫舌だから飲めないそんな。熱い。この景色見ながらっつうのがいいっすよね。あ、ふえ、熱いけど。染み渡るわ。ここが不安なディズムさんに、はい、あのストックを貸しました。はい、ブラックダイヤモンドのディスタンスですね。軽いカーボンディスタンス。ブラックダイヤモンドのディスタンス。木より軽いわ。この長さでありえない。じゃあ行きますか。おっす。はい、じゃあ 下山するまでが登山です。いやいやいや、無事に終わって何より。こっちから見ると結構綺麗でしょ。ねえ、鶴ヶ池。はい、お疲れ様でした。いや、楽しかったですね。楽しかったですよ。ちょっと前の方に。